はい、どうもお疲れ様でございます。成功のボギッチョです。今回もたくさん修行道場として実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はザク3のプレイとなります。さて、組み合わせとしまして、愛を救うんで、羽と、プルファニアですね。まあ、ザク3って、の修行道場と言いましたけど、ザク3全然使ってなかったので、久々に使っていきたいと思いますね。さて、この組み合わせ、3000、2000と、1425。まあ、組み合わせとしてはいい。まあ、ウィング、羽の方なんで、基本的に、まあ、突っ込みつつ、取れたらというか、甘いところには取りたいっていう感じで。まあ、あとアイオスなんで、まあ、前へ出れるっていうのはちょっとでかいですね。これ、エクリプスとかだとかなりきつい。さあ、横、横。取れない。さあ、安い。まあ、横、横ってつけて、っていう。さて、これで落ちて残り5000コスト。さあ、取っていけない。ちょっと安い。ちょっとフルバーニアなんで、まあ、スーパーマンで逃げつつの、まあ、トップ角 NN ダッシュまで途中で、逃げます。まあ、当ての方があるので。さあ、横、横。しかし、これ、アイオスのパネルから当たって、ちょっとダメージが痛い。さあ、逃げて、当てぬ、避ける。さあ、メインサブなんで安い。まあ、いかないでしょう。さあ、前角、しかし、チャージ、スーパーまで耐えたけど、そのチャージョって吹っ飛ばされる。さあ、メイン当たったかな。で、アイオス落ちて、まあ、こっちも落ちたいっていうところなんで。まあ、フルバニア落としての、まあ、ウィングゼロ追います。さあ、ウィングゼロ覚醒使わせたのはかなり美味しい。で、あと、フルバーニアンが、まあ、もう一回半角入ってくれる。半角溜まると、まあ、こっちが有利となりますね。さあ、アイオス覚醒。まあ、ここまで来たら、もう両方覚醒して、ウィングゼロをかけます。で、まあ、ブー角からの N 角。で、終了ですね。一応、文学から N 角出し切りで 270g まで減らせます。覚醒だ。出しても。かなりでかいダメージが出せますね。では、続いての、行きましょう。組み合わせとしましては、どれもいまいち、ちょっと相性悪いですけど、まあ、ゼノンと組んで、ドラゴンとサンドロック。組み合わせの中で、これの中だと、やっぱりサンドロックゼノンだと、完全に逃げられない状態になっちゃうので、まあ、この組み合わせだったらまだいいかなって。さあ、まあ、ドラゴンなんで、甘いところに面当てて、四角まで。さあ、弾入ってたけど、風角でぶっ飛ばしたかったけど、当たらない。しかも、ドラゴンが、逃げるに当たってぶっ飛ぶ。さあ、減らす。さあ、ゼノンが前掛けでぶっ飛ばして、スマプラ状態やっちゃいますね。さあ、ドラゴン属性。さあ、アウダー当たって落ちてきて残り5000コスト。もう、ゼノンが大暴れしちゃうので、逃げます。パリヒアは逃げます。さあ、ショーテル当たらない。アウダーは当たってしまう。さあ、しかし燃やす。で、ドラゴンが全然減ってないけど、バトルを持って、ゼロを倒して、残り、まあ、相手は折り返し、こっちは、まあ、ゼロが全然食らってないので、ちょっとまずいので、さあ、ダメージすごい入って、さあ、多分、落ち切るでしょう、落ち切った。まあ、よし、して、まあ、ここまで来たからいや、もう覚醒使えないです。さあ、ドラゴンに隠す、自爆がドーンと当たって、すごい吹っ飛ぶ。
まあ、そしたら覚醒ですね。さあ、しかし入って、さあ、横からのまだ自爆。まあ、ドラゴン落ちます、これは。補正入っても200万以上は振ってるところで、なんとか生き延びた。と言いましたね。さて、自爆2回で終わるという。といった試合となりました。では続いての試合いきましょう。組み合わせとしましては、さて、爆発力の塊とは赤枠の方ですね。で、相手が、まあ、自衛力の高いインパルスと、射撃戦 が強い、デルタプラスとなりました。まあ、インパルスはソードの、フラッシュエッジが辛いっていう感じで、さあ、すごい痛いダメージ、アシストからの痛いダメージ入って、まあやめ打ち気味で打っていく。さあ、もうご利用していく。だいぶでかい。さあ、覚醒、しかしまあデルタにはサブ打たれて、残り5000コスト。まあ、強化状態になったら打っていくんだけど、ケロプラスが片方だけ当たったのがさ、両方落として、インパルスの方が後落ちですね。まあ、デルタプラスを覚醒剥がしたいので、覚醒使って追っかける。さあ、カウンター。しかし止まったからの、ものすごい痛いダメージの鋭角。さて、まあ、プレッシャー、自爆して、ぶっ飛ぶ。その間に、赤枠がインパクトボコボコに捨てて、終了となります。修理に必要なパーツがあれば取られるぜ。まあ、本当に殴り合いになってましたね。では続いて、マキオンいきましょう。マキオン、ザク3、さあ、ダークハンド組んでエピオンキャリティブ。ああ、難しいなっていう。まあ、エピオン行きたいけど、ケリディム行かないと、正直、大変なこと、やりたい方でやられちゃうので、またケリディム狙います。今回のケリディムは、強化道ではないので、終えるので、まあ、やらせないようにっていう。さあ、ケリディムは甘いところには打たせる。サブとか当たったりと。で、まあ、逃げつつの、まあ、さあ、美味しいダメージ入る。さあ、逃げて、よく帰ったけど、まあ、こっちチャージちょっとぶっ飛ばして。さあ、逃げる。ラッシュしてる間に逃げる。さあ、まあ、ファイティング覚醒。危ねえ、バルジキリ。さて、ケルディムが、ちょっと、まあ、ヘザーしたいけど、エピオン近づけたね。エピオンを前掛けでぶっ飛ばして。まあ、前隠し、APM 前隠してこない限りは、まだ大丈夫かなっていう感じですけど。まあ、こっちも前隠で、ゲイっていう感じですけど、まあ、ステップされて、そっから、ダッシュされると、もう辛いんですけどね。さあ、エクスペンド覚醒。まあ、ブーカク、しかし、シールドピットあって、ぶっ飛ばされる。まあ、プレッシャー、ウーツからの、N カクからのブーカク2回。まあ、打ち上げコンボ。さあ、こすっていく。まあ、ファイティング学生、まあ、前掛けでぶっ飛ばすし、今日ダウンまで。いてさあ、横掛けからバルジ切りされた。物が減った。さあ、ケリでも落としてあげる。さあ、ケリでも落ちた。さあ、エッジの近寄ってくるけど。まあ、プレッシャー読み。さあ、多分ミサイル、逃げるけどミサイルかな、当たって、ダークハンドのメインで落ち切る。といった感じですね。では続いての試合いきましょう。バエルとバエルとパフェストですね。で、相方がバラバットスループスとなりました。組み合わせとしては、まあ、バエルがいるので、正直5分、まあ、あっちの方が有利かな。5分以上はあっち有利です。
五分ではないな。もう、まあ、6473とかその辺ですかね。さあ、痛い。アグニからすごい減らされて、さあ、ブーカク、パーフェクトのブーカク、今回優秀な部類ですね。さあ、めっちゃ減ってるけど、さあ、ブーカクやってきたので、まあ、横掛けでぶっ飛ばして。まあ、ダウンサスも。さあ、突っ込んできたけど、まあ、誘導切りないので、横サブが当たる。やっぱり、赤ロック短いので、どうしても格闘機の距離に入っちゃうとなって、さあ、横角、N 角出し切って、強制バンドダウンにします。で、相方の方に行ったけど、タスファイルを狙ったんですけど、相方をぶっ飛ばして、ていく。さて、バイルが、まあ、近寄ってこない。さあ、横サブって。さあ、さすがにこれはいないかな。特殊からの、サブはさすがにできない。ギリギリできない。さあ、当たらない。さあ、先パフェストが落ちたので、かなりでかいです。さあ、エクステンド覚醒。さあ、バイル落ちきる。まあ、こっちもファイティング覚醒。さあ、ブーカク NN。出し切り、バイル突っ込んできたけど、前角からのブーカク。ですね。で、終わった。っていう感じですね。特殊は、判定が前角より弱いっていうので、前角から、前角にされると、はっきりどうにもならないです。バイルは。じゃあ、続いての試合ですね。フルセーバーと組んで、バリアントサーフェイスと、決まりですね。バリアントサーフェイスがちょっと苦手なのかな。まあ、射撃戦になっちゃうので。そうすると、やっぱりこっち不利っていう感じ。さあ、リゲル当たらない。さあ、決まりに当たって、翼が当たって、かなりいいダメージ。まあ、リゲルが打っていく。さあ、リゲルが美味しいダメージ。さあ、まあ、ヤミチ気味に、決まりに当てて、前掛けで、とりあえず、追い打ちやったけど、チャージショットの中にぶっ飛ばされる。さあ、エクリプス。まあ、フルセイバーなんで、まあ、後ろ5つ、闇打ち気味かなっていう。さあ、バックトチャージ、まあ、ぶっ飛ばして、さあ、シューティング覚醒。キマリが突っ込んでくる。さあ、決まり、エクストンド覚醒、突っ込んでくる。まあ、ここまで来てからね、もう前出ます。で、ファイティング覚醒。さあ、取っていく。多分これ、両者、3000後落ちの状態ですね。多分、エクリプスは半角が限界かな。さあ、フルセーバー覚醒決まり、覚醒からの、まあ、自爆しましょう。これ、フルセーバーがぶっ飛んだのかな。で、甘いところに着地には、していく。さて、まあ、打ってこなかったので、まあ、横角差し込んで終了。まあ、あそこで自爆して、ちょっとフルセーバーに当たったのはちょっとでかかったな、という感じかな。うん、では、おまけとしまして、ズダちょっと使ってみやったので、ズダの動画。組み合わせが、エクセリアとストライクルージュ相手で、こっちがブルーでしてるんですね。まあ、ズダはちょっと全然乗ってないので、まあ、フルブの状態に近いんですけど、まあ、特殊は打ったりする、アメキャン抜きたりとか、そういう感じなんで。さあまあ、アメキャンぶつけて、エクセリアにはまあ逃げつつ、格闘じゃダメって、打っていく。さあ、横サブ、サブ2発。2回アメに入っていく。さあ、ブルーディッチに覚醒、ゴリ押していく。さあ、エクセリア取り返す。さあ、すごいダメージが入った。
投げてないでサブぶつけたからすごい痛いのが入ったかな。さあエクセリア取ってエクステンド覚醒。こっちも2000コスト落ちたんで、まあちょっと落ちたかったかなっていうのはありますね。さあ、さあ166からの、まあ自爆突破したらなぜかルージュが落ちるといった感じで、自爆で始まって自爆で終わった今回の実況動画でした。それではお疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。